本日は、ベイビーワルキューレの上演にお越しいただきましてありがとうございます。本日はですね、本作の監督脚本を担当されました、坂本裕吾さんと、主演の高石あかりさんの舞台挨拶を行わせていただきます。あ、大丈夫ですか。あ、坂本監督と、高石あかりさん、監督と脚本を務めました坂本裕吾と申します。本日はですね、月曜の夕方というなかなか来づらい時間にこんなにたくさんの人が集まってくれて本当に嬉しいです。最後まで楽しんでください。はい、ありがとうございます。では高石さんお願いいたします。はい、杉本千里役、高石あかりです。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。こうやって大阪の皆さんに直接、感謝などを伝えることができて本当に嬉しいです。今日はゆっくり、最後まで楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは早速お話を伺っていきたいと思います。坂本監督にお伺いしたいです。はい。坂本監督、今回は脚本も担当されておりますが、ベイビーを歩ける、どのような経緯で脚本を制作されていったんでしょうか。また監督として今回こだわられた点とか注目してもらいたい点などがありましたらお願いします。そうですね、日本でオリジナルのアクション映画ってほぼないなっていうのをずっと考えてて、でバイオレンスだったりそういうエンターテインメントがこう根付いていく、オリジナルで撮っていくことが、自分にとっては大事なことなんだなっていうのはもうずっと考えてて、大抵こうオリジナルちょっと頑張って、そしたらなんか有名な原作をやらせてもらえるようになるみたいな、監督はっていうのが普通のステップアップなんですけども、なんかそうじゃない風に俺はやっていけたらいいなっていうのは漠然と考えてて、それでこう自分でオリジナルでいろいろ撮っていく中で、ある用務員っていう、その用心棒の用務員さんが殺し屋と戦うっていう映画を撮ったんですけど、それでもやっぱこうちょっとなんすかね、狭いもんではあるなっていうか、お客さんが狭まってしまうんだなっていう印象があって、そこでこう日本映画で一番こう求められてて、お客さんが入ってみんなが楽しんでる映画ってなんだろうって考えた時に、こう今泉力也監督だったり、そういう系のリンダリンダリンダだったり、そういう作品がやっぱみんな好きなんだなってことを考えてて、で自分も結構好きだったんで、じゃあそういう作品とアクション映画を組み合わせたらどうなるんだろうっていう、自分の中でも結構な実験っていうか、なかなか見たことないんで、その日常系で殺しまくる映画っていうのがあったんで、こういう感じの作品を描きました。はい、はい、あと今回こだわられた点、こだわられた点で言えば、そうですね、アクションはアクション監督をちゃんと携えて、むしろその人に全部やりたいこと伝えて、もうお願いしますっていう感じでやったんですけど、逆に言えばそのお二人がこうおでん食べるシーンとかはすごい 3、4分ぐらい長回しで、そうですね、なんか台本でちゃんと確認したら 5、6 ページ分ぐらい を延々ワンショットでやってるっていう、なんで初めてそのこれを 長回しでやりますって聞いた時に嘘じゃんって思いますけど、ね、だからそのなんか毎回撮影に入る前に伊沢さんと二人でそこだけをこう確認して、毎回何回かやって、また別の現場に挑むみたいなことをやってたんですけど、そうなんですね、そうなんですよ、前半の本当に何でもないシーンなんですけど、そういうところをなんかワンショットでちょっと引きでお芝居ちゃんと見せて、こうなんていうんですか、世界にどんどん入っていただけるようにしようっていうのはずっとこだわってやっていった感じですね。結構何回もやりましたもんね、あれも。そうですね、ちょっとちゃうねんなみたいな感じで私なんかこう、はい、動きながらこう、まだ見られてなかったりしますこれからなんですけど、そこそこ、はい、こう結構行ったり来たりしてたりとか、あとなんか要所要所いらないものをなんか付け足したりとか、なんかいろいろなんかあってですね、そうですね、意外とこう練習通りにいかないような撮影で、なんかよかったというか、これ終わってよほっとしているというかそこが良かったよと言ってもらえるときにはやっぱり嬉しいなと思います。そうですね、嬉しいですね、あそこがなんか
あそこのシーンすごいいいって言ってもらえるの嬉しいですよね。なんか いろいろ奇跡とか偶然が重なってるような気がしていて、そう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 、二度できないようなことが起きてたりして、うん、アクションシーンってやっぱこう普通のシーンを、アクション映画って普通のシーンがやっぱためになって、アクションバナかなっていう風にならないように撮ったっていうのが一番のこだわりです。なるほど、はい、あの今回あのなんか6日半で撮られたとかって、そうですね、なんか結構そのスケジュール感っていうのはギチギチで、あ6日間はい、しんどかったです、はい、そうですね、だからこれから 見る方はあのあれなんですけど、メイド喫茶で撮ってその後和菓子屋のシーン撮ったりっていうのがもう一生ギチギチで大変でしたよね。そうですね、もうこう朝4時半ぐらいに起きてか集合かなんかして、で最後私その時多分高校生だったんですよ、うん、なのでちょっと先に帰らせてもらったりとかしてたんですけど、あのやっぱり遅く、ま、なる人はもう本当にまた朝4時とかに終わってみたいなことを聞いていたので、本当にギチギチで、まあ、スタッフの方も大変だっただろうなと思いつつ、そうですね、うん、まあ、完成してこうやって皆様に届けられてるのが安心ではありますね。21時58分ぐらいまでやってましたよ、ね、本当にやばい、時間がないですって言って本当に59分にカットっつって、ありがとうございましたって言って帰っていただいてみたいな、そんな日もありました。はい、あの高橋さんにお伺いしたいんですけど、あの、はい、前作あのある用務員っていうあの坂本監督の映画でもご一緒されてますけど、坂本組の現場の雰囲気っていうのはどんな感じですかね。はい、現場の雰囲気、またそのある用務員の時とはちょっと私的には感覚は違うんですけど、それは なぜなのかわからないけど、今回のベイビーワルキューレはずっとなんかこう私が他の現場に入るといろんなところでのなんか上下関係なみたいなのが結構見えたりとかするんですけど、今回そんなになんかそういうものがないなっていうのが、だから居心地が良くて、なんかみん な仲間家族みたいなことがすごく当てはまるような現場だったなと思いますね。私なんか坂本監督結構あの 笑い声がこうなんか響く方というか、なんて言うんですか、ね、あの撮影のモニタールームみたいなモニターがあるんですけど、本番中にでも結構クックックって笑ったりとかされていて、これ絶対入ってるよなみたいなことがあるんですけど、なんかそういう部分で和やかになってたのかなって思いますね。そうですね、その辺はどうなんですか。そうです、あんま真面目な顔してモニター見てても面白くないっていうのは結構あります。いや、あとまあ引いてたいっていうのは監督として本当にのめり込むときはのめり込むんですけど、やっぱこうなったらこう編集で見たときにこう編集はやっぱこうなるんで結局ってときに、あれ編集で思ったよ、違ったみたいな、こうなりすぎたらダメなんだってことはすごいずっと思ってたんで、まあ、ちゃんと見るんですけど一個引いて、だから本当に真面目なことしてるシーンでもこいつ何してんねやろうぐらいの気持ちで、うん、やるっていうのは大事かなっていう、あとまあそんなにね、あの分からない人を撮るっていうのがずっとあったんで、分からない人を分からないまま自分は撮ってたんで、この人たちに俺は共感は 100% はできないじゃないですか、多分千里さん演じるにあたって100で共感はできへんかったと思うんですけど、そうですね、殺し屋なんでしかも、うんうん、だからそういうちょっと なんか引いた目で見るっていうのはやってました。はい、監督にちょっとお伺いしたいんですけど、今回高橋さんにこの今回の役をやっていただく上でこだわられた部分っていうのは。そうですね、あやっぱ伊沢さんっていう人が片割れの方がやっぱスタントマンやスタントパフォーマーさんなんで、アクションだけで食ってきた人なんで、そこの隣に高橋さんがいて同じぐらい強く見せるっていうのは本当だったら結構な至難の技っていうか、やっぱどっちかのやっぱ伊沢さんの方が強く見えちゃうっていうのがまあ当たり前なんですけど、それをなるべくやりたくなかったんで、高橋さんには要所要所でいろんなことをしてもらって、まあ、ここでちょっとね今は言えないですけど、あるシーンでねこう
すごい練習してもらってそうですね、はい、大変でしたねあそこは。そうなんか私結構負けず嫌いなところがあって、はい、監督がじゃあこれで OK って言うんですけどもう納得いかなくてその後もなんかずっとやってたりとかしてましたね。そのシーンは本当にそのシーンというかもうそのアクション本当に 2,3 秒です。ただ 2,3 秒なんですけど、まあ、見ていただけたら本当に一瞬で何かすごいことをされるんでこのスタントパフォーマーにも負けないぐらいのことをできたと思ってるんでそこはやっぱ一番嬉しかったところです。はい、あの高石さん今回、まあ、こういうような役をやってこれからちょっと見ていただくわけなんですけど、まあ、殺し屋の、まあ言っていいんですかね、はい、まあ、殺し屋って言っちゃったんですけどそれ書いてらっしゃる方でもまあ見たことは分かってないのなんか今回どのような役作りをされましたですかね。またその工夫された点とか苦労された点などありますでしょうか。私最近まで知らなかったんですけど宛て書きで書いてくださってたっていうことを知って、まあ、それでか私はそれ納得したんですけどすごく自分と似ているなと、まあ、いろんな記事でもちょっと言わせてもらってるんですけどなんかこう緩急というかなんか急にドライになったりとかするんですよ。どうしたのみたいなタイミングでなんかそういう部分が結構自分と似てるなと思うので、まあ、怒ったりっていう感情はそんなにないなとは自分では思ってるんですけどなんか似ているなとは思いますね、はい、そういうのをなんか記事で読んで。あ、なるほど。そうですね、まあ、2人用務員はなんか結構逆っぽい役だったっていうか逆ではないかもうちょいね分かりやすい引っ張ってく側って感じでしたよね。そうそう、すごい分かりやすい萌えキャラ2人組ですせみたいなガールズ&パンザーですよみたいな感じで書いたんですけどベビーアルキューラーもうちょいこう人間味をもっともっと萌えキャラじゃなくなんか本当にいる人みたいにしたいなと思ってなんかあえてこういうキャラってこうだよねみたいなのを逆転させたりねいろいろしましたね、はい、なんかあの伊沢さんもなんか、はい、あのまあ、これから皆さん見ていただくわけですけど、はい、実際にもこういう感じですよね。伊沢さんはどんな人でした？いやもう一言で言うと優しい気配りお姉さんっていう感じですかね私のイメージ。もうなんかこう、まあ、私に対してもそうですけどスタッフの方への気遣いの仕方がもうなんかこうパーフェクトというかなんかそうでしたね確かに、うん、すごい差し入れとかくれたしいろいろ普段スタッフですもんねそうそう、あ、確かに、確かにそうなんですよ。普通のアクション部の方なんで。そっかそっか。俳優部が初めてって言ってましたね。そもそも言い方がわからないって言ってました。確かに置き方俳優部の言い方がわからないって言い方がわからないへえと思ったけどでもなんかそういうところでの気配りとか、はい、いろいろ見てるな人っていうのが本当にすごいなと思います。そうですね、2人とも本当に仲良さそうにやっていただいてたまにねこういう女の子2人とかでやったらすごいなんかバッチバチになるとかよく聞くんですよ。で監督を取り合うじゃないですけど私の方が良かったですよねみたいなとかすごい悪口言ったりとかをすごい目の前で見たりしたんですけどもそうじゃなくて良かったなっていう。そうですね、はい、でもそう伊沢さんだったりとかも優しいからきっと、はい、楽しくできた、はいはい、今でもなんか LINE のやり取りなんかしたりしております。はい、じゃあ、すみません、佳境に来ましてですねちょっと、坂本監督と高石さんに一言ずつコメントいただければと思いますのでじゃあ、高石さんからお願いします。はい、このベイビーワルキューレという作品はまだ見たことない方たくさんいるかと思うんですけどそのイメージが私はどういうことを今思ってこれを映画を見終わったらどういう変化があったとかすごい今直接聞きたいなと思うんですけど、まあ、それもできない今感じで ですけども本当にこの変わった気持ちだったりとか、きっと共感できる部分だったり、まあ、殺し合ってかけ離れてますけどそういう部分も多いなと私は思うので、まあ、そういうことも感じつつなんだったらツイッターに書いていただけたら嬉しいなと思いますしどんどんこのベビーワルキューレが大きくなっていくのを、まあ、見ていたいなと思いますし、応援していただけたらなと思っておりますのでぜひ今日もゆっくり見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあ監督お願いします。はい、
本当に楽しい2人が揃って楽しい映画になってますので最後まで楽しんでください。はい、ありがとうございます。こっちもお願いしていいですか。はい、同じような感じであ、同じ芝居してくれた坂本監督2人にサインをしていただいたパンフレットが限定100部で販売しております。そのパンフレットにはですね、ドラマ CD というのがついておりまして、そのドラマ CD も坂本監督が、演出脚本を担当されましてですね、それを大変お得になっておりますので、それでは舞台挨拶の方を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、じゃあ以上です。